めっちゃ弾出るな。痛い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 。はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録などなど、よろしくお願いします。はい、ということで、前回ですね、テーブルソーを作りますって言ってたので作りました。これね、テーブルソーね、ぶっちゃけ使わないんだけどねぶっちゃけ使わないんですが、テーブルソーを作りました。で、テーブルソーを作ったら今度これですよ。これアーマーベンチ作れて出たんで、まあ素材はね、材料持ってたんでアーマーベンチ作りました。まあアーマーを作るためのやつですね。ダークネスホールズにもあったかな、こんな感じのやつが。うん、あったかもしれないですね。ちょっとあんま覚えてないけどあんまり使った記憶がないで、アーマーにこだわりがないので、そもそも。うん、で今度これを作ったら、ケミストリーステーション、ケミステ作れて出たんですけど、これね、ケミストリーステーション作れて出たんですけど、これはね、ちょっとスキルがないんで、スキマテックがないので作れませんでした。はい。で、今ね、日付は今24日目なんですけど、1日ね、1日飛んでるんですけど、まあ1日かけて何をしてたかというとですね、ちらっと見えますけどね、これ。2階を作ってました。はい。こんな感じで。今これ2階ですね。ここはまたいつものリビングにしようかなと思ったんですけど、ペンキやら何やら素材が足りないんで終わってますね。うん。で、これですよ、これ。これファームテーブル。もともとファームテーブル作れっていうのがずっと出てたんですけど、で、これ作りました、ファームテーブルを。で、ファームテーブル作ったら、これがね、なんだっけな、これ。対比、違うな。なんかこれを作れて出たので、なんだっけ、忘れちゃった。なんだか。なんていうやつだったか。ファームテーブル作りは終わったんですよ。わかんねえ。わかんなくなりました。なんとかを作れて出てね。あ、こう畑作りを開始するか。これか。これをやったんですが、途中なんですよ。あ、堆肥箱。そうそう、堆肥箱を作れて、堆肥箱を作って、堆肥箱を設置して、で、これで OK になったんですね。で、今度は、なんだっけな。これか。肥料作り。肥料を作れって言うんで、まあ、これで作れるんですけど、これね、これ堆肥って書いてある。堆肥と肥料、まあ、同じか。同じじゃん、同じだけど。うん。まあ、多分これを作れってようだと思うんですよね。材料的にはね。で、なんかいろいろ足りないのがあるんで、これね、人糞とか取ってないんで、うんこ。うんこ一切取ってないんで、まあゼロでしょ。あと、まあこの辺コーヒーとかね、生きたミミズとかね、この辺、生きたミミズはまあ掘ってれば出てくるけど、穴掘らないと出てこないですね。コーヒービーンズは使っちゃったんでナイス。はい。ということで、この辺のやつはまた、取ってこなきゃいけないですね。うん。で、レインキャッチャーは相変わらずビールがないんで作れないと。で、蜂の巣もスキマティックがないので作れない。で、これがね、サバイバルミックスを作れってやつ。ブルーベリーがね、あれば作れるんですけど、ブルーベリー入ってるとこ見たことないよね。今のところね。今のところ見たことないですね。で、アーチェリートレーニングはコンパウンド棒がないので進んでないと、いう感じですね。はい。ということで、まあ、ここにフォージを置いて、一応計画ではね、ここにフォージを置いて、で、こっちにケミステを置こうかなと。木とフラッグストーンが混在してますけどね。材料の都合でね。いろいろ材料が、材料の都合で。で、まあ、ここはもう関係ないですね。で、こっちをまあ、ベッドルームにしようかなというふうに考えております。はい。うん。ということでなんですが、もう一個ね、なんかゾンビと戦ってたらね、一個銃拾ったんだよね。これ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 。これを拾いました。SKS。使ったことないけど。まあ、そのうちまた使いたいと思いますね。これね、7ミリなんだよね、弾がね。弾がね、これなんですよ。まあ、ライフルか、普通のね、単発ライフルかなと思ったんですけど、20発入るんだよね。マガジンサイズがね。ただ、これを見る限り、連射できないのかな、連射は。関係ないか。
関係ないみたいね、うん、関係ないみたいです。はい、ということで、ちょっと待って、これ持ってかなくていいわ、これ持ってかなくていいね、置いていこう。はい、ということで今日はやっとですね、探索に行きましょうか。こいつを使ってみたいっていうのもあるんでね、うん、はい。で、誰もいない、誰もいないかな。どこに行くかというと教会ですね。教会の上のお宝をちょっと狙いに行きましょう。待って待って、リペアキットを作ってたんです。そういえばリペアキットを作ってたんですが、できたかな。あ、できてるね。よしよし、オッケーオッケー。この棒、弓がね、壊れちゃうんで。はい、ということで、じゃあ今日はダダン教会行きましょう。あ、なんかこれできてる、ひょっとして。お、見てみようか。あ、なんかキモいね。あ、違うか、これ影か。これ開けるとなくなっちゃうのかな。あ、めっちゃ入ってる。あ、壊れた。あ、また補充しなきゃいけないんだ、それで。あ、なるほどね。へえ。19匹多いのか少ないのか分かんないけどね。多いのか多いのか少ないのかちょっとよく分かりませんが。あ、シャム、古いシャムサンド壊れそうじゃん。これラップできんのかな。これラップできるんですかね。あ、できない。あー、できない。食っちゃうしかないか。まあお腹空いてないからね。でもね、反応鈍い。なんかで料理できればいいんだけど、カビタパン作ろうと思ったらケミステか。ケミステがいるのか。いや、ケミステか。ちょっと遠いね。あるっちゃあるけどね。まあ諦めるか。カビタパン諦め、カビタパンじゃねえや。古いシャムサンド諦めるか。待って、あれを補充したいね。これだっけ。あ、これだね。これ補充していこう。はい、ということで、なかなか行かねえなって言われそうだけど、なかなか行かないですねって言われそうだけどね。行きましょうか。これだけ補充しよう。よいしょ。おい。昆虫集め中。うん。しまった。ラップ持ってきちゃった。まあいいか。よし、行きましょう。うん。ゾンビが復活してなければ、復活してなければそんなに時間かからないはず。してなければね。上を見に行くだけだからね。復活してなきゃいいけどね。だいぶ日が経ったといえば日が経ったんですが、復活してないね。してないですね。あ、してないね。よし、さっさと登っていこう。ピカ。多分ね、すんなりいけんじゃない。もうすんなりいけるはず。あ、ほらね、もう誰もいないんじゃない。あの、なんだっけ、鳥がいるかもしんないね。鳥がいるかもしれない。鳥がいるかもしれないんで、これ一応持っとこうか。ででん。もう直でいけるじゃん、これ。ほらね。鳥がね、その辺にいるような気がするんだけどね。あ、いるね。あれ、鳥だよね。これね。あー、いっぱい出てきた。OK?OK、OK かな ?OK ですかね。うん、よしよしよし。これちなみにね、ここを飛んでかなきゃいけないと思ってる人が多いと思うんですけど、飛ばなくてもね、実はこっちから行けるんですよね。だ、ジャンプするの苦手な人はね、こっちから行けますからね。わざわざ飛ばなくてもね。これほらね。ほらね。ほらねって。よいしょ。あー、危ない危ない。さて、ここの、あ、壊さなきゃいけないんだよね、でもね、多分ね。あ、で、ここはね、飛ばなきゃいけないんだよね。ここは飛ばなきゃいけないんですわ。こういうとこに上がっていくっていう手もあるんだけど、結局飛ばなきゃいけないんだよね。よいしょ。あ、上がれない、上がれない。よしよしよし。危ない危ない。怖い怖い怖い。よいしょ。来ました。お宝ですね。さて。あー、これが硬いやつか。これだけ硬いんだね、多分ね。じゃあ、開けていきましょうか。うん。なんかいいの入ってて。ちょうだい。いっぱいちょうだい。いっぱいちょうだい。ん？あ、
アイアンスレッジハンマー、まあ、薬はまた別にいらないっちゃいらないけど、ああ血液でもね、あのできないんだよね、まだね、スキルがないんで。銃欲しいね、銃くれ。あ、スタンバトンか、いまいちでしたいまいちだったね。銃が欲しかったな。これはショットガンメサイヤ、銃くれ、俺に銃を、見たことない銃を。あ、リペアキットか。あー、持ってきたけどね、一応ね一応持ってきましたが、でもいくつあってもいいよね、別にね。よし、じゃん、ファイアックス、アイアンファイアックスか。電球がなんで3個も入ってる。これがめっちゃ硬いんじゃない、多分。あ、だよね、あ、だよねじゃあちょっとここから早送りになると思いますが、開けていきましょうか。レンチで開けるかいや、このなんだっけ、このツール上げたいから、まずこれで叩いていこうか。めっちゃ時間かかるなこれまあいいか。よっしゃ、来ました、やっと開いためっちゃ時間かかった。さあ、いいの入っててくれよ、いいのちょうだい。にん、まあ道具ばっかだけど、宝石シールが入ってるね。ダークンとグルーはちょっと嬉しいかな。あと6ピックぐらいか。あんましいいのなかったね。ちなみにこれずっとこれでやってましたけど、あのスキルを上げたかったんでね。ちょっとね、付け替えたんで、もっとやり直しましょう。こっちに変えよう。こっちなんでね、バンカーバスターなんでね。で、こっちが、いつも鉄の方、アイアンブレーカーだっけをつけてますね、私は。はい。さあ、ということで、どうしようかな。地下も見に行きますか。地下で、あの、銃を使ってみようかなと思ってたんですよね。よいしょ。怖いんだよね、ここね。よいしょ。地下もね、一部行ったと思うんですけど、行ってないとこがまだいっぱいあるんで、地下見に行きましょうかね。さっきの銃を使ってみたいんでね。よいしょ。怖落ちたら絶対折れるからね、これね。どっから行きますかね。こっちから降りてく、こっちから行けんだっけ。よっ、この辺のドア長板いただいとこう。あ、ゾンビいるね、恋するな。おー、これ通れないのか、通れるか。一応これをすぐ壊れそうだけどね、連射してるとね。連射してたら速攻壊れちゃいそうだけど、とりあえずこれを、これ届かないか。お、反応した、反応してない。あ、下にいるね、来た。ああ、遅っ、こんなに遅かったら、まあ弓でいけるじゃん。あ、当たんねえ。そっから上上がれないんじゃないの。上がれるの、そっから上飛んでくる。あ、強いね、強いね。一番下まで落ちてった。わあ、いいね、いいね。やっぱ連射できるやつは強いよね。いいね。ただ速攻壊れそうだけど速攻でぶっ壊れそうだけどね。あ、1階かこれ。あ、1階ですね。あ、1階はでもそうか、もうだいぶ全部取ったもんね。じゃあ降りていきますか。よいしょ。ここが地下。あ、ここは書庫、誰かいそうだね。いないか。
いないね。こっち行き止まり。そこにドアが。このドア壊したいな。あ、誰かいる。どこにいるの？下？お？お？下か。あ、壊してるね、なんか。壊してますな。おー、壊してるね。俺もこれ壊したいんだけど。よっしゃ。来い。どこにいるのか分かんないけど。めっちゃ壊してない。上にいるか。めちゃめちゃ壊してるな。突撃するか。突撃。いや、しないでおこう。どこにいるの？上にいるの？違うな、下だな。この下か。あ、いたいたいた。いた、いっぱいいた。おお、強い。死んだか。敵も強いね。よし、倒した。ここ一番最下層、あ、最下層なのか？あ、違うか。これ、あれか。ん？ショコかな、ここは。ショコっぽいね。ショコっぽいですね、なんかね。あ、そうだね。ゾンビが湧いたってことか。もう取ったもんね、全部ね。あ、いた。単発だとどれくらいの威力？当たんねえわ。どこ？当たんないじゃん、こいつ。当たんないわって言ってるうちに気づかれた。照準がどこなのかよくわかんないね。あー、ダメージ、ダメ、銃のダメージがめっちゃ入るね。やっぱね、壊れそうだな、すぐに。速攻壊れそうですね。こっちはもう行けないんで、そこに行くか。こっち行けんだっけ。こっちから降りてくる。あ、こっちから降りてくる感じか。よし、じゃあここのドア。あれ、待って、でもちょっと待ってよ。待って待って待って。こっから下に行けるじゃんね。あ、ご飯あった。ご飯ご飯。おお、いいねいいね。食っちゃうか。そこ食っちゃうか。あれ、なんかどっか降りていくところなかったっけ。あ、ないか。あれ、なんかないか。あれ、なんか降りてくところがあったようだ、なかったような。あ、ないか。ないのか。あ、この下にあるのか。から降りれんのか。よし、行きましょうか。いるでしょ、誰か。いないかな。あー、なんか穴開いてる。あ、誰かいた。ちょっとこれ壊れそうだね。ここは、いや、弓使いとしては弓で一発。あれ、あ、向こうにもいるね。落ちていくんじゃないの、こいつ。落ちていかないの。あ、落ちていかないのか。あんなとこで何かやってる。
死んだ？殴るのやめないなこいつ。死んだ？下がまだあるんですね。よし、じゃあ行きましょうか。まあちょいちょい出てくるでしょゾンビ。まだね、これね、釘が、これ石か。うん、あれゾンビかな。ああ、いたいたいた。ああ、走ってきた。あ、リロード入った。遅いんだよリロード。めっちゃ弾出るな。痛い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 。強烈だね、こう、なんか、パンチ力が強いね、なんかね、すごいダメージ食らった。めっちゃダメージ食らったじゃん。しっかりリロードしとかないと。もう壊れそうじゃん、そしてやっぱり、予想通り。まあ直せるでしょ。リペアキット拾ったからね。よしよしよし。よしよし。ああ、ペインキラー。ペインキラーはあんまりいらないかな。で、まださらに下があるはずだよね。多分ね。絵画1を拾います。これ揃えたらなんかあんの、拾っとくか、部屋に飾るか。あ、こっから棺か。棺ですね。そしてもう弾が61しかない。あー、恋するねゾンビね。もう空だ。さあ来い。10発ぐらいで死ぬのかな。2人で20発ぐらい。棺の中はね、多分大したも入ってないんだよね。まだね。うん、もう弾入ってたのはラッキー。弾入ってたのはラッキーですが、あ、さらに下ね。あ、誰かいた。びっくりした。びっくりした。あんなとこに誰かいた。あれ、まだいる？もういない？あった。薬莢が飛んでんのか。薬莢が飛んでんのね。あ、別のやつ来た。まだ恋するな。こっちの方叩いてるやつがいるな。あ、この下か。あー、いた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 。あー、出てった出てったわ。ということはこっちから来んのかな。これ漁りたいね、ちょっとね。おお、来た来た来た。連射できるとやっぱ全然寄せつけないね。ゾンビ、一体ずつやるんなら全く危なげないですね。これ何ミリ ?4 号か。4号の弾は相変わらず使い道がないんだけど。さあ。もういない？今上から見てたところはここかな。あ、こっちか。こっちを上から見てたのか。
カラだ。カラはちょっと、なんか入れといてほしいよね、せめてね。なんかさ、これがいっぱい入ってるね、なんかね。これなんて言うんだっけ？ああ、弓の弦。コンパウンド棒を作るのにいるんだよね、これ多分ね。ああ、だよね。アイアンクロス棒は連射できないからきついんだよね。連射というか、速射というか。ねえ、できたっけ？できなかったよね、確かね。弓みたいにね。あ、ここに、ここを上から見てたのか。あ、そうだね。ここを上から見てたんですね。ここは何？石だ。で、終了？終了ですか。もう書庫のとこかな。書庫のとこに結局つながってたような気がしますね。確かここはもう書庫かな。誰もいない。誰もいないね。からだ。あ、だね。これ多分さっきの書庫の階段ですね。こっちも誰もいないのかな。もう弾がちょいちょい入ってるのは嬉しいね。重量オーバー状態。また重量オーバー状態になっちまいましたが。誰もいない。誰もいないね。そもそも声がしないから、いないよね。腐肉。腐肉も堆肥、肥料作るのに、使うんで、今までは捨ててましたけど、持って帰ることにしました。持って帰ることにしました。喉が渇いてます。はい。でもね、飲み物ないんだよね。飲み物ないんですよ。あー、これ嬉しいね。ペンキも作りたいしね。玉が結構あったのが良きですね。普通ならこの腐肉を捨てちゃうとこだけど、持って帰ろう。今回だけは持って帰ろう。で、ここは、これ開けた後だね。ここどこ？あれ？こっから来たのか。こっから来たんだっけ？通れないけどね。違うか。あれ？違わないか。ここ、こっから通ってきたのかな、俺。通れんのこれ。通れないじゃん。どっから来たんだ。あ、こっちから来たのか。あ、そうかそう、こっちから来たんか。ああ、そういうことね、そういうことね。で、ここ、あ、ここが見えてたのね、今ね。なるほど。オッケーオッケー。じゃあ、終わりですね、これでね。上がってきましょうか。こっちは鍵かかってんだ。扉は、もう壊していく。よっしゃー。じゃあ、帰りますか。帰りましょうか。どっから帰るんだっけ？こっからか。あんまりいいものはなかったといえばなかったけど、微妙ですね、なんかね。待って、なんか暗くなってきた。夜だ。夜になってた。帰ろう帰ろう。さっさと帰ろう。あそこの扉をちょっと壊したかったけど、まあ今度にしましょう。夜になっちゃうんで帰ろう。これで野良ゾンビに追い打ちかけられると大変なんですけどね。よいしょ、大丈夫だった。よし、じゃあまあ今回はこの辺にしときましょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。きー。よいしょ、小回りが効かないのね、いまいちね。
よいしょ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、Twitter やら高評価やらコメントやらいろいろよろしくお願いします。はい、ということで、大川さんでございました。またね。